ヤッホー、ジョイジョイOK。のアンディと。ジョイジョイのクイーンヘイです。ウィー。はじめまして。自己紹介、クイーンヘイ、ちょっとしてくれる。僕は、香港で生まれて、日本で育ったシンガポール人です。今はシンガポールに住んでる。そで、日本にいたときは、どこに住んでた？う。日本にいたときは、奈良と京都に住んでました。じゃあ、クイーンヘイは関西弁、それか奈良弁、どっち喋る？両方混ぜ混ぜな言葉かな。おお、いいね。そ なるほど。そして家族はう。どう？家族の構成は、下に妹が一人、弟が一人、上はお姉ちゃん一人。で、お父さんとお母さん。6人家族です。家族。いいね。そして親宣教師やったよな。アンディと同じ親そう。は宣教師。俺らの親、異向けの親、そして外部系の親、みんな一緒に宣教師としてそう。働いてたから、僕たちも友達になって、そしてこのチャンネルを一緒に始めたってことよ。で、まだみんな、クイーンヘイはまだあんまりみんな見初てめるてか人、な。クイーンヘイ誰やって思うかもしれんけど、これからもうちょっと出てくると思うから、楽しみにしといて。そしてこのビデオはちょっとイントロダクションみたいな感じ。だから、じゃあ早速、クイーンヘイ、ちょっと証教えてくれる？僕は香港で生まれて、6ヶ月の時にお父さん、お母さん、お姉ちゃん、僕で日本に行きました。その目的は、お父さんとお母さんが宣教師だから、日本での宣教に、導かれました。で、僕は日本で育って、まずは最初に、滋賀の方に行った。で、それから京都に引っ越して、そこで約6年間いました。で、日本の幼稚園行って、で、幼稚園の終わりの方に、アトピーっていう病気？なんか皮膚炎みたいなのにかかりました。で、それでひどくて痒くて結構しんどかった時もありました。で、幼稚園の後に、小学校に入学して、その後引っ越して奈良の方に移りました。で、その時にアトピーもだんだん良くなって、その時にある奈良の教会に行った時に、牧師先生の後山先生という先生に出会いました。で、その後山先生がある洗礼のためのバイブルスタディみたいなのを開きました。で、その時に、僕含めて4人の人と後山先生で、毎週日曜日あるバイブルスタディをしました。で、そこで神様って、僕たちの罪のために、死なれたんだなっていうことを知って、洗礼を受けることになりました。それで、みんなで、そのバイブルスタディを学んで、無事洗礼を受けて、僕はクリスチャンになりましたという証をしました。で、それから、奈良に6年間住んで、
また京都に引っ越しました。で、京都に引っ越した時に、KIU というインターナショナルスクールに入りました。で、そこでアンディたちとまたミキたちと、再会して一緒にいろんなことをしました。可愛って遊んだり、泳いだり、家で遊んだり、お泊まりしたりいろんなことをしました。で、2016年の時にアンディたちよりも先に、シンガポールに帰国しました。で、今は、20歳でそろそろ、軍隊に入ります。それはシンガポールのみんなのみんな、男性の人が入る国のために、頑張る、うん、あのナショナルサービスっていうことをして待っています。で、将来は、自分の牧場が欲しいという夢を持っています。おお、いいね。クイーン兵でした。おお、すげえ。そうなんや、牧場が欲しい、うんうん、そう、牧場が欲しいっていう夢を持ってる。シンガポールで牧場、それかシンガポールはちょっと難しそうやな。そう、難しいかな。日本に帰るつもり、それか、うん、日本に帰るつもりではある。よっしゃ、ここで、うん、クイーン兵のイントロダクションビデオ終わりってことで、みんな見てくれてありがとう。じゃあ、またね。バイバイ。